こんにちは、ゆりかです。はい、今日はいつものスキンケアにプラスできる水分鎮静系のバノバギ夏ラッキーバッグというのを紹介していきたいと思います。紹介するのは洗顔、パッド、クリーム、日焼け止めの4点です。まずバノバギってどんなブランドかなって聞いたことある方もね、意外と多いんじゃないかなと思うんですけど、韓国の美容皮膚科、バノバギって整形とかでも多分有名なんですけど、皮膚科から生まれたブランドです。20年ね、たくさんの患者さんを見てきたので、そのね、経験を生かして院長がチェックもねされたりしている、本当にこだわりがあるブランドなんですね。韓国の免税店のランキングにね入るくらい、本当にね韓国からも信頼が厚いブランドです。早速紹介していきたいと思います。カミンケアクレンジングジェル2フォームです。このカミングケアのシリーズ全部ね、見た目がピンクですごい可愛いんですけど、洗顔で感動したこと初めてなぐらい、これで洗い上げた後はお肌がねこうツルッとしてすごい整う感じ、こう口元とかすごいこう肌のザラつきが気になってたんですけど、1回の洗顔で肌のザラつきが結構なんかちょっとツルってしてきたなっていうのを実感したんですよ。私洗顔にはいろいろこだわりがうるさいんですけども、パーフェクトに叶えてくれて、本当に理想的な洗顔に出会ったのが初めてなんですよ。ちょっと泡立ての様子も見せていきたいと思います。セリアで売ってる泡立て器、最近これよく使ってます。これ透明のね洗顔が入ってます。お水を入れます。柔らかいながらにも弾力がある、もっちりとしたすごい洗い上がりの気持ちいい泡です。次はモイスチャーパッドです。60枚入ってます。こんな感じ。私ほんとパッドにもね結構うるさい方なんですけど、これにもね満足してます。こうべちゃべちゃしすぎず、でも乾いてもない程よくパッドの中にこうエッセンスが入ってるんですね。この2面使っていくんですけど、まずはこのボコボコしている方、エンボス面、ここで洗顔とかねクレンジングした後も残っている老廃物とか不要な角質を肌を傷つけずに取ってくれます。で、洗顔で本当に感動した後にパッドで拭き取るじゃないですか。その後のツルッとしたお肌はもうスキンケアをしてクリームを後のお肌のように本当に格別なんですよ。でこうボコ面で拭き取ったら、次逆のソフト面、こっちでも拭き取っていきます。1枚のこのシートあたりにニニギの水分が入ってて、水分をね与えてくれます。この時はね顔の内側から外にねこうやってやっててあげます。もうこれだけでね肌がねすっごいツルッとしてるので、夏のラッキーバッグの中には化粧水とか乳液とか美容液っていうのは入ってないので、今の洗顔とパッドでいつも使ってるスキンケアの浸透をね何倍も良くしてくれます。次がクリームです。モイスチャーライジングクリーム、これが水分爆発クリームって言われてて、もうプルプルの水分クリームです。わかりますか、このプルプルさ。塗っていてもベタつきとかその油っぽさっていうのは一切ないので、すごい夏も使いやすいし、どのお肌タイプの方でも使いやすいと思います。お肌に1枚膜を張ってって言ってくれるようなイメージです。でクリームって保湿のイメージだから、夏は化粧水と乳液でいいわって言われてる方も多いんですよね。なんですけど、夏は紫外線も浴びて、特にね水分補給も必要になるので、化粧水をたっぷり与えて乳液で水分油分のバランスを整えた後は、日本人特にね皮膚が薄くて水分が足りないよってよく言われるので、水分クリームでねしっかりと保湿もしつつ水分をたくさん与えてあげることによって、お肌がしっかりすると紫外線の影響も出にくくなるし、シミとかシワとかもできにくくなるし、水分不足はいろんなお肌のトラブルの元になるので、こうやってね水分クリーム本当に絶対一つアイテムプラスしてほしいです。クリーム嫌いっていう人でも絶対に使えると思います。お肌がすっごいもちもちになるんですよ。これこそねザ韓国の水分クリームだわって思うし、韓国の方が好む感触だなって思います。いろいろ韓国のお友達とか日本で美容部員したりとか、いろんな一緒にスキンケアとかを見ていく中で、日本人の人が好むクリームっていうのと、韓国の方がクリームだわって、これがクリームよってこだわる好きなタイプのクリームって、結構まずクリームの概念にちょっと違ったなっていう印象があって、日本の方はコクがある、とにかく保湿で守ってくる
くれるようなクリームっていうのが、クリームのこう概念というか印象にも強いと思うし、クリームは乾燥する人が使うものから、私はベタつきが気になるからクリームはいらないっていう概念というか考え方の人が結構多いと思うんですよね。けど韓国ってクリームといえば水分クリーム、クリームは必須、もう男性でもほぼスキンケアは化粧水と水分クリームをする方が私が出会った中では多いです。この水分クリームがね、本当に当たり前のアイテムとして普及してほしいなっていうアイテムの一つです。最後に夏のラッキーバッグなので日焼け止めが入っています。カーミンケアトーンアップサンクリームです。トーンアップもねしてくれます。 SPF が50+、 PA が4+ でしっかりと守ってくれます。最近の日焼け止めって結構ジェルタイプとか水分タイプとかっていうのが、まあ主流というか流行りになってるじゃないですか。使い心地がね、あれも気持ちいいので、こっちはちょっとね、粘着性というか粘りがある従来っぽい日焼け止めのテクスチャーなんですけど、でも伸びがすごくいいんですよ。ちょっとね、薄ピンクになってるのがわかりますか？薄ピンク色なので、肌のトーンアップもただ白くするだけじゃなくって、健康的な綺麗なね、お肌のトーンを整えてくれます。私結構手が焼けちゃったんですけど、じゃん、わかるかな、カメラだったらちょっと見にくいんですけど、あ、こうしたらわかるよね。こっちが日焼け止め塗った方なんですけど、全然違うのわかりますか？この後もパサパサもしてないし、ベタベタもしてないので、このまま、まあ、マスクしても問題ないし、次にでこのままクッションファンデーションとかを重ねていっても問題ないです。まとめてね、いいポイントだけを最後に一緒におさらいをしていきたいと思います。クレンジンジェルトゥーフォーム、この洗顔は私が一番感動した洗顔で、乾いたお肌に水分も与えながら荒れた肌を滑らかにしてくれます。私は角質のこれザラつきっていうのをね、すごく良くなったなっていうのを1回で実感できた洗顔です。で、そしてパッド、カーミンケアモイスチャーパッドです。これはメラニンの生成を抑えてシミそばかすを、ね、予防してくれたりとか、乾燥の小じわとかをね、目立たなくしてくれる機能っていうのもあります。そんなパッドはね、初めて見ました。そして水分クリーム、カミングケアモイスチャーライジングクリーム、これはね、本当にスキンケアに足してほしい私のおすすめのクリームで、10種類のヒアルロン酸も配合されていて、本当とにかく保湿してくれます。後肌がね、本当にしっとりもちもちで、ベタつきはなしで、すごい夏使いやすいです。そして最後がサンクリーム、カミンケアトーンアップサンクリームです。ほんのりね、ピンク色で健康的で活気あるこう自然なトーンアップをしてくれる日焼け止めになってます。はい、以上でバノバギーの夏ラッキーバッグの紹介をしてみました。通常であれば12,210 円なんですけど、今なら 50% オフになっていて、楽天で5,990 円で購入ができます。いつものね、スキンケアにプラスできる、肌をね、すっごく良くしてくれるアイテムたちばかりだし、今回 PR なので私がめちゃめちゃよく言ってるとかじゃなくて、本当に洗顔とか本当今まで出会った中で1位だし、ぜひね、使ってほしいなって心の底からね、本当におすすめできるアイテムたちなので、今回このように動画を撮らせていただきました。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。このタイムバイ、アンニャーン。